皆さん。今は朝の8時半でございます。これから私は、とても、素敵な一日を過ごす予定でございます。普通の日なんだけど。これからジムに行きますよ。もうこのジムに行くのは定着してきました。定着してきた。すごいいいこと。先週も、なんか火曜か水曜以外、あと土日以外は、全部、ジムに行けたのね、朝。じゃあ、だからこの調子でね、ちょっと、毎朝、月曜から金曜、毎朝行きたいな感じで、ちょっと、私はラーメンを食べたいから、どうしても。ラーメンを食べたいんだよね。そのためには、やっぱり、体を動かないと、蓄積していくじゃんか。もうさ、日本に来てからさ、本当に、ご飯が美味しくてね、やっぱり、そりゃそうさ。そりゃそうじゃん。もうめっちゃうまいじゃんか。特に炭水化物系が、やっぱ美味しいんだよ。あ、なんかさ、ラーメンはもちろんそうだし、お寿司もそうだし、これは普通にあげられるものだよね。なんかいい例があるかな。クレープとかさ、ああいうのもさ、あれじゃんか、カーブじゃんか、炭水化物じゃん。そうだし、なんかパスタもうまいし、お餅とかさ、うまいよね。やっぱだから日本来てからすげえ、やっぱさ、食べるもんね。食べるんですよ。まあそういう感じで、そう。とりあえずそのジムが定着してきたっていうのは最近のいいこと。なんか言わない？自分のことを褒めるって言うじゃん。自分のことを褒めてあげるみたいな。ふいふいふい、やったるでやったるで、やったるでやったるで。
ろう。ああ疲れた。30分ワークアウトでした。あれはなんかペペって選んだから、やってる間にあれあんまりなんかお腹系しないなと思ったんだけど、なんかノージャンプのやつあったね。ノージャンプ30 minutes workout with weight って感じだったわ。ああだからとりあえずなんかすごく腕を鍛えた気がする。あと足、なんか最近これが朝ごはんになってる。なんかもう時間ないしさ、朝なんかお化粧する時間もないし、なんか朝起きてすぐもう朝ごはんとお弁当の準備に取り掛かるじゃん。で自分も本当にさ、スキンケアを終えて髪やって服着替えるぐらいしかもう時間かけられないんだよね。でそんで子供たちの着替えとか手伝ってさ、したらもう出る時間になるわけで、私6時に起きてるんだけど、それより早く起きることができないのね。起きてなんかじゃあお化粧するために20分早く起きるとか、ちょっとあの壁がどうしても分厚すぎる。この6時前、前は起きてたよ、ハワイにいた時は。あの時は家出るのが早かったんだよね。そう、家出るのが早くって、だから起きるのも早かったんだけど、そうだな、そうだから朝ごはん、そう自分は食べる時間、食べる気にならないしさ、なんか朝ごはん食べるの頑張ってたんだけど、無事にね、意識しないとやっぱ難しいよね。特にお母さんだとバタバタバタってさ、もう自分の世話だけじゃないじゃん、他の子供の世話もするからさ、時間ないからね、朝はどうしてもこういうちょっぱやでできるの。まあでもプロテインシェイクってほらジュースじゃないじゃんか、プロテインがしっかり入っててカロリーもあって、だからまあお腹にたまるしね。うん、だからああ早くできるしいい朝ごはんだなとか思って、でジムの前と後に飲めるし、だからこれが私のソリューションだ今のところでもさ、ウォーターボトル欲しいな、おっきいやつね。なんか日本来てから全然水が飲めてない、なんでかなって思ったんだよ。前はさすっごく飲めてた、1日に3リットルとか全然飲めてたんだけど、今全然飲めてないんだよね。でなんでかなって考えた時に、なんか食器をさ置くところが狭い、でそうすると小さめのコップを置く、でその小さめのコップに入る水の量があんまり多くないじゃん。でそれをこう何回も汲みに行くってことをしないから、それでどうしてもこの飲む機会を失ってるのか、まあ理由を考えたらいろいろあるんだけど、なんか全然昔前と比べて水を飲めてないなっていうのをすごい感じてるから、まあ私にベストなのはものすごい大きいコンテナのさ、もう水が入るようなもうコンテナみたいな、なんか水筒とかさ、このウォーターボトルってかね、なんかまあウォーターボトルでいいんだけどもウォーターボトル、大きいウォーターボトルがあれば、そんなしょっちゅう汲みに行くっていうことだよね。それが面倒だから、それをしなくていいようにウォーターボトル欲しいなってずっと最近考えてる。あ、そうだ、なんかねコメントに一言もらってたやつでね、もうその人には直接コメントで返したんだけど、前もねなんか聞かれたことがあって DM だかで覚えてないんだけどさ、ねお水どうしてますかっていう質問されたので、お水はね昔に8年ぐらい前かとかだったと思うんだけどさ、なんかねバーキーっていうブランドのシルバーでできてる、ステンレスでできてるウォータータンクがあるわけで、それさすごくさ人気でね、何がいいかってチャコールあるじゃない、
炭だよね、炭、石炭、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 炭で、お水をこしてくれるやつなので、うちのお姉ちゃんが勧めてくれて、うちのお姉ちゃんが初め使ってて、で勧めてくれて、で私も買ったんだよね。でそれをアメリカから持ってきて、それを使ってます。そのね、チャコールの中身を変えないといけないから、こっちに引っ越してくるときにまた新しいの買って、替えも買った、替えも買って持ってきたっていう感じかな。それを私は家では使っています。だからこう、あの水を買ったりとかはしてない。あのその水道水から出るものをそのステンレスのタンクに入れて、でフィルターしてくれるから、そっからお水を飲んでるっていう感じですかね。 OK、 ライブラリーに着いたで。まず持っていくのがパソコンと、パソコンと、そしてこのファイルたちを、このファイルとこのファイルね。で水、これフロリノだから、だからさ、自分の買わなきゃなんだよ。見てしたら、このファイルとめっちゃ荷物あるわ。いつもだけどさ、本当に鍵、ポケット、はい、行きます。めっちゃこう大学生なんだけど、やばないこれ。こんにちは。まあ、どのぐらいいたんだろう、あの図書館には。私はこれからランチを食べに行くんだけど、旦那お迎えに行ってます。今一緒にランチ食べる。テーブルありますか？Dessert. I know, right? But where do I get dessert plus coffee? I know, right?
Japan made it really good. You know, you just wanna grab coffee and some sweets and oh yeah, I have to pay for electricity. Oh, gonna go to konbini. Konbini is evil, man, because they're everywhere. Right. And every time you go to konbini, you spend money. I don't think there's been one time I've went inside of a konbini and not come out with something. Well, the thing is, at konbini, you don't spend like so much money, but like it turning to routine, right? You go there. おし、ランチ食べて、コンビニに寄って、口の中がしょっぱくなってさ、ラーメン食べて、でなんかすっげえ甘いもの食べたくなってコンビニ行ったじゃん。だけどなんかあのさ、毎回そうなんだけど、なんかすごくその口の中が甘いものを欲してるから行くんだけど、昔ね、自分が小さかった時とか、そのコンビニで売られてるスイーツっていうのはものすごく美味しかったわけ。楽しかったの、そのテイストするのが。だけどさ、なんか今回この日本帰ってきてコンビニ行ってあのデザートとか食べるじゃん。なんかね、すごく、なんだろう、なんか甘いもの欲してるんだけど、なんか食べたいっていう気にならないんだよな。でも甘いもの欲してるんだよ。 OK、 私はまたライブラリーに戻ってきましたよ。では皆さん行きましょう行きましょう。はいはい、勉強終わらせまして、私は一番上のお兄ちゃんを迎えに来ました。そう、今日はこんな感じの一日ですね。はい、これから家帰ってちょっとビデオエディットして、でその後ディナー作って、でもそれでも夕方になっちゃうから、そんな感じの、これからの残りの一日となりそうです。はい。ということで皆さん、ビデオ見ていただいてありがとうございました。髪をどうにかしたい。うん。あのね、傷んでんねん。先っちょがね、毛の先が傷んでるから、なんか2センチぐらい切りたいなとも思ってるし、でもそうやってこうちょこ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 切ってるの。だから切りつつ、そういうな、そうやってちょこちょこ切ってるから伸びないじゃん、一生。本当はの長い髪が欲しいんだけど。
なかなか伸びないんだよね。ちょっともうブリーチはしたくないかなっていう感じになってきたから、ちょっとこれからブリーチを避ける感じで髪の毛、ちょっとテイクケアしていきたいんだけど、帰ってきた。じゃあね、みんな、そういうことで、またビデオ見てや。見てくれてありがとうね。ちょっとまずいけどどうにかするわ。はい、さようなら。Thank you! Bye!